はい、お疲れ様です。今日はね、急遽昼から長距離ということで、今急遽来たんですけど、京都市内で今積み込み、行きました。で、久御山で今日積み込んで、明日着の、千葉県市川市、本日積み込み行きたいと思います。ちょっと初めての現場っていうのもあって、ちょっとね、行ってみないとわからないんですけど、ちょっと今日あのカメラ忘れて、あの急遽携帯で、無理くりなんとか撮ってる状況なので、ちょっと音もね、なかなか入るかわかんないですけど、まあ、ブレもあると思いますけど、ご了承くださいということでね、今から積み込みに行きたいと思います。はい、現在は、新名神走っております。荷物積み上がったんで出発して、今もう時期16時半ですね。すぐ積めたんで、よかった。本日はリフトでね、自分で200っていう形で積みました。で、今から、千葉向けていくんですけど、ちょっと時間的に、まあ、どうしようかなっていうところで、まあ、ちょっと荷物的にもパレットなんで、まあ、あんまり無茶な運転もできないんで、今回はそのままシット目で行きます。だからシット目、時間的に多分ね、休憩する場所あんまりないんで、まあ、いつものごとく久しぶりに浜松、新東名浜松で1回時間調整して、で12時アウトで東京料金所久しぶりに来ようかなと思っております。で、今日はね、現場直行行くので、そういう形で、走りたいと思います。まあ、久しぶりなんで、まあ、トラック飯も何も準備できなかったんで、どっかサービスエリアで、本日晩ご飯したいと思います。それでは安全運転で、ゆっくりと走っていきたいと思います。ございます。はい、現在、荷物下ろし終わりまして、首都高乗っかって、まあ、湾岸線のですね、
向かって埼玉、向かいます。で、昼ぐらいかな到着が。で、電話誘導ということで、電話誘導しまして、まあ、昼ぐらい着くということなんで、今現場の方向かっております。この後荷物積んで、一応2カ所で積むんですけど、2カ所で積んだ後、明日2カ所下ろしていくので、で、また折り返しでね、また埼玉向けることで、まあ、関東日ね、連続していくような形になっております。ということで、三郷ジャンクションを抜けまして、一旦またね、ちょっと電話誘導確認のために、この先、三好かな、三好で1回、止まって、また電話誘導確認したいと思います。で本日、とりあえず積み込みに、行きたいと思います。その後、まあ、下で行くのか高速、まあ、どこまで使うのかとか、まあ、確認しながらぼちぼちね、今日も行きたいと思います。ほな、はい、お疲れ様です。なんとね、中央と通行止めになっております。事故の関係ですね。で、もうあと帰るのがもうここからが圏央道になるので、圏央道で帰っていきますが、どうも、足柄あたりぐらい鮎沢かな、なんか事故してるみたいなんですよね。ちょっと厄介ですけど、で大月ジャンから勝沼事故通行止めということで、もう東名経由になりますね。そちらで帰りたいと思います。時刻が2時半は早い方でしょう、多分、知らんけど、そんな感じで、圏央道の周りで抜けて、東名か新東名か、まあ、荷物的にも、まあ、新東名の方がいいんで、まあ、新東名でぼちぼちね、帰ろうかなと。新東名と東名じゃやっぱ30分ぐらい変わるんで、まあ、新東名で抜けていこうかな、まあ、時間まだあると思うんで、で、明日着の、兵庫県の麻薬島ってことなんで、まあ、久しぶりやで、麻薬島で。まあ朝1時ぐらいには着ときたいかな。他のドライバーさんと荷台口なので、まあ、とりあえず連絡先は交換しながら、いい感じで、しております。なので、まあ、朝7時ぐらいには連絡してどんな感じか、まあ、荷台口なんで、まあ、できるだけ、ね、セットで行ける方がいいんで、まあ、連携取りながらね行きたいと思います。はい、現在ね、長足の設楽の原から出て、すぐなんですけど、休憩中に事故があったみたいな感じですね。電光掲示板も何もなかったんで、その間もうすぐやったっすね。いやー、ちょっと後ろが動くかな、多分事故っぽいですね、今調べたら。いやー、マジかー、やばいなー。もう一回休憩取らなあかんかなぐらいなんですけど、ちょっとこれになると休憩、まあ、休憩1回取ったからね、まだいいんですけど、次時間調整で止めるとこが止めれんくなってきたりするんですが、いやー、ちょっとまあ動いてるからまだいけるんかな。でもやっぱ止まりそうやね。止まったね。ちょっとね、前のトラックとかのモザイクは一部ちょっとかけさせてもらいます。動いてくれるんであればありがたいが、事故死っすね。まさかやったで、これがあるからね、新東名怖いんですよね。さあ、どの辺で事故かは全然わかんないんで、なんとも言えないですけど、下りの長篠と岡崎の間で事故っていうのは、さっきね、分かったんですけど、果たして通過できるのか、そこがほんま分からん状況ですね。しかもトンネルでしょ、ここ続くんが。よくあるのがトンネルが事故やったらまだいいんですけど、火災事故になるともうこっから逃げ道ないんでね、どうもできないんで、ちょっと厄介かな。現状ね、どんな事故かも全然分からないんで、まあ通れるんであればいいですが、まあ、一応動いてるは動いてるので、まあ多分大丈夫。あ、見えてきたね。いや、ほんとすぐそこのトンネルのとこっすね。まあ、そこ抜ければいけるから、まあそこまでの大した事故ではなさそうな感じはするとは思うんですが、まあもうパトカー来てるから、左からこれみんなこっち来るんで、ちょっとこれは入れていかなあかんっすね。順番に入れていきましょう。このトラック
入れて、ちょっと何入れましょうか。これライトカットして入れていきましょう。こういうのね、あの全然入れてあげてくださいね。はい、これでいけたので大丈夫ですね。まあ、これでスッと流れてくれたらもう早いので、ここからは大丈夫な感じするんですけど、あ、まさか左側の方で事故とは思わなかったですね。やっぱ電光掲示板があるかないかで、こう事前にね分かれば構えれるんですけど、サービスで出てすぐのトンネル越えてですから、まあ何もなければ無事に通過できそうな感じなんで、単独事故っぽいね。単独事故っぽいは事故っぽいですね。まあ事故っていう事故はなんかそんな大したあれじゃなくそうだったんで、まあ無事にね抜けれたんで、とりあえずこのまま兵庫にも向けていくんですけど、まあ鈴鹿、土山、甲南、まあ、そこら、もしくはあと吹田かな、そこらで一回ちょっと時間調整しながら行きたいと思います。しんちゃんです。どうも。久しぶりです。